今回はワシントン大学の研究結果などをもとに体の炎症をなくすための4選について動画で解説していきます。まず早速、体内の炎症を一言で言うと体の異変 vs 体の免疫細胞との戦いでございます。例えばのイメージですが、自分の体と呼ばれる国にバイ菌と呼ばれる異変が侵入してくる。そうすると免疫細胞と呼ばれる軍隊が出動し戦争を追っ始める。そうなると戦いの場所、戦場は焼け野原になって、こんな感じで腫れ、かゆみ、痛みとなって出てくる、そんなイメージでございます。ちなみにこの炎症、大きく2種類ございまして、1つ目が高熱が出たり腫れるといった体内の大火事、急性炎症。2つ目が弱火でことこと慢性炎症でございます。そして現実の国は3つのタイプ。1つ目、戦争中の国。2つ目、スラム街ばりに治安が悪い国。3つ目、日本といった治安がいい国と3つに分類できるかと思いますが、体の状態も大きく3つに分類できるわけでございます。具体的には1つ目、高熱が出たり腫れたりして急性炎症が起こった戦争中の体。2つ目、慢性的に炎症が起こったスラム街ばりに治安が悪い体。そして3つ目が、戦争もなければ炎症もない日本ばりに地温がいい体でございます。要するに急性炎症は体内の戦争、慢性炎症は治安の悪さでございまして、よく話題になるのは体内の治安レベル、慢性炎症かと思います。例えばコンビニでヤンキー3人を警察官8人が取り押さえるなんてびっくりなことが起これば、戦争よりはマシだけど店内はだいぶとぐちゃぐちゃになる。他にも自分の体と呼ばれる国を犯罪者が365日24時間ずっとおろちょろしている慢性炎症な体になると、そこかしこで犯罪が起こりまくって疲れやだるさ、他には実年齢より老けて見えるといった症状になって現れるわけでございます。なのでこの慢性炎症をどうにかするのはめちゃめちゃ大事。というわけで今回はそんな炎症をなくす方法4選について早速解説させていただくと、一つ目が、化学物質は控えるでございます。例えば食品添加物や人工甘味料といった自然界には絶対ない化学物質を取ると、その種類によっては体内の治安が悪くなるわけでございます。もちろん安全な化学物質もございますが、例えば冷凍食品の原材料表示を見てみると、これくらいの何かが含まれていて、これ全部安全ですかと言われるとかなり怪しいわけでございます。実際にこちらの 44,551 名を対象に調べた研究でも、いろんな何かがたくさん入った超加工食品の摂取カロリーが 10% 増えるごとに、排出する確率は 14% 上がるよと発表されておりますので、成分表示てんこ盛りの超加工食品を食べるときは、体内の犯罪者、食べます状態だと思った方がいいと、そういうわけでございます。そして、炎症をなくす行動2つ目が、お肉を食べるなら鶏肉がおすすめだよと、こちらの研究で発表されているわけでございます。研究内容が 14,210 名分の食事データと炎症レベルを調べてスコアリングした結果、牛肉、豚肉といった赤身肉は炎症スコア100分のプラス2ポイント、さらに赤身肉を添加物といった化学物質で加工したハム、ベーコン、ウインナーといった加工肉だと炎症スコア100分のプラス68ポイントでございました。一方で炎症レベルを減らすお肉もございまして、例えば魚は炎症スコア100分のマイナス8ポイント、さらに鶏肉は炎症スコア100分のマイナス45ポイントで、この研究によると、あのお魚より鶏肉の方が体内の炎症をマイナスする働きがあったみたいでございます。そして炎症をなくす行動3つ目が、もち麦でございます。この理由はシンプルに腸内環境が改善するからで、我々の腸は食べ物を食べると吸収したい栄養素は吸収して、吸収するとダメな物質はしっかりブロックしてうんちとして排泄するというかなり精密な仕分け作業を行ってくれているわけでございます。ただ腸内環境が悪いと、この仕分け作業、入国審査がガバガバになる。そうなると体内に吸収したくない物質、犯罪者が入りまくる。その結果、体内の治安、
炎症レベルがかなり悪くなるよと発表している研究がこんな感じで山ほどあるわけでございます。なので腸内環境を改善してそもそも体にダメな物質犯罪者を入れないことがめちゃめちゃ大事。そこでおすすめなのが毎日食べる白ご飯をもち麦に変えてみることでございます。これは簡単で続きやすいくせに効果は絶大で、その理由が食物繊維でございます。食物繊維を食べると腸内で善玉菌の餌になって腸内環境が改善する。これについてはもう常識になりつつありますが、じゃあ肝心のもち麦にどれくらいの食物繊維が含まれているかというと、 100g あたり 12.9g で、これを他の食材と比べるとこんな感じでございます。例えば白ご飯の約26倍、さつまいもの約 4.7 倍、ごぼうの2倍以上とぶっちゃ切りでございます。例えば腸内環境を良くするために毎日 100g のごぼうを食べる、これは結構きついかと思いますが、毎日食べる白ご飯をもち麦に変えてみる、これは簡単なくせに食物繊維てんこ盛りで非常におすすめなんでございます。ちなみに取り入れる際は 100% もち麦ご飯ではなくて、いつもの白ご飯に2割から3割もち麦突っ込んで炊いていただくと食べやすいかと思いますし、自分の好みで割合を変えて楽しめるのもおすすめポイントでございます。そして炎症をなくす行動4つ目が痩せること、特にポッコリお腹を改善することでございます。先ほど紹介したアラバマ大学の炎症レベルが上がる行動ぶっちぎりの第1位が炎症スコアプラス89ポイントの肥満で、特にポッコリお腹の原因内臓脂肪は体内の炎症レベルをかなり上げちゃうわけでございます。ざっくりのイメージですが、自分という国にある超重要器官内臓、その横になぜかずーっとまとわりついている脂肪内臓脂肪くんが多いと、体の免疫細胞という軍隊にもちゃんと目をつけられるわけでございます。実際にこちらのワシントン大学の研究によると、内臓脂肪が多いと全身に炎症を起こす物質インターロイキンが激しく増えるよと発表しておりますので、かわいいポッコリお腹をお持ちの方はシンプルに痩せましょうと。そしてなんと偶然にもこんな感じ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 と痩せる人が出まくっているダイエット情報を中瀬ロンダナ公式 LINE 限定で定期的に配信しておりますので、概要欄のリンクから登録しておいた方がいいですよと、そういうわけなんでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。